鑑定士発掘バトル。はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。エンジェルオラクルカード、迷ってしまうことがあるときや、あと少しだけ背中を押してほしいときに力を分け与えてくれ、新しい自分を見つけることができるカードなんです。今回は森川ちゃんとゆうけちゃんです。はい、はい、今週は友情運です。友情、はい、ゆうきのお願いします。友情運はこのカード、うん、鑑定開始。この女性は翼が生えているんですね、うん、なのでまあ、もしこの崖から落ちちゃったとしても、あなたには翼があるから羽ばたけるから、落ち込んでいる友達を自分の力で助けてあげてというカードになっております。そこまで。すごいね。その友情ということに関して言うと、あなたがどんな友達が欲しいのかとか、どういう友情をこれから築きたいのかっていうのをはっきり意図してください。でそうすればそれはちゃんと現実化されますから、遠慮なく願いましょうっていう、そういうカードになってます、ね。はい、この人はお金を引っ張る客なのか、この人は飲み友達なのかってはっきりしましょうってことです。何点でしょう先生。83点です。お、意外高得点。さあ続いては高校、はい、ゆうきちゃん、はい、あら、おかわいい。鑑定開始。もう見るからにこう天使たち、かわいい子供の天使たちがこう仲良くこう遊んでる感じの様子を表してるんですけど、まあ、フレンドシップということで、もうとにかく友情、あなたの友情運はもう最高です、本当に。そこまで。最高です。あのもしね、気が合わないとか昔ながらの人と離れたとしても、それは寂しいことじゃない。むしろもっと素晴らしい人と出会えるっていう可能性もあるし、どちらにしてもこれからあなたの前に新たな友情というものが展開してくるか、それ楽しみに待っててくださいっていう、そういうカードです。さあ何点でしょう。だいたい最高ですしかちょっと印象残ってなかったんで、75点です。75点。まだよかった。75点です。はい、ということで森川ちゃんの勝利。